イザベル・サルリはアルゼンチンのモデル、女優である。本名イルダ、イサベル・サルリ・ゴリンド・ティと。原音に忠実な表記はイサベルであるが、日本では本項目名で知られる。そのグラマラスな死体からポップアイコン、ゲイアイコン、セックスシンボルとされた。サルリの作品はエロティック、キャンプ、キッチュでグロデスクな表現により、後に再評価され、結果、カルト映画として、 ラテン諸国を中心とした映画ファンに愛されるようになった。1935年7月9日、アルゼンチンのエントレリオス州コンコルディアに生まれる。ラリオナ撮影中のイザベルとボー1964年。1955年、同年度のミスアルゼンチンのタイトルを獲得。イルダ・イザベル・サルリの名で、同年度のミスユニバースに出場する。同大会は、 スウェーデン代表のヒレビロンビンが第1位、日本代表の高橋恵子が第5位を獲得した年である。俳優から監督も手掛けるようになったアルマンド・ボーに抜擢され、1956年、女体あり地獄にボーと共に主演して映画界にデビューする。以降、ボーの監督作を中心に女優として活躍、時期は不明であるが、ボーと結婚した。 1980年に公開された、某の監督作ウナビダ・デスコカーダに出演したのを最後に映画界を退く。1981年10月8日、ブエノスアイレスで某が死去し、同作は某の遺作となった。1996年、ホルヘボラコの監督作に出演、16年ぶりにカムバックした。2008年、 アルゼンチン映画批評家協会功労賞を受賞した。2009年にも、ボラコの監督作に出演している。特筆以外はすべて出演作である。劇映画の出演作に関しては、フルリストである。ありがとうございます。